三電間光バス三電間光バスは山口県下関市に本社を置く貸切専業のバス事業者。同じく下関に本社を置く路線バス事業者の三電交通の子会社。もともとは長距離路線バスの運行を行う合弁出資バス会社として下関市に設立された三陽急行バスであった。下関駅小野大駅宇中央小堀駅、山口駅東萩駅間の 山口県をほぼ縦断する長距離路線バスを運行していた。車体はベージュに赤ラインの独自のカラーリングであった。後に山口駅東萩駅間を廃止。路線バス営業末期は三電交通が出資比率74%を占める筆頭株主となり、下関駅山口駅間、山口県庁小合理駅やアジス駅前山口宇部、空港宇部中央間を運行していた。 その後、営業不振により1988年に路線部門を三電交通2条と、会社は三電交通傘下の貸し切り用業のバス事業者、三級観光バスに改祖する。ちなみに、三級とは三洋急校の略称であるとともに、英語の三級の意味が込められていたようで、英文略称は SKB ではなく TKB であった。2004年、 現在の三電観光バスに改称、三陽急行バス時代から用いられていた、旧の文字をベースとした車掌を変更する。2005年5月、国内のバス事業者としては初めて、韓国製のバス2台を購入し、話題となる。韓国からのツアー客向けや三電交通主催の日帰りバスツアーなどで使用されていた。山陽急行バス時代から永年下関市、大和町に、 本社、社を構えていたが、近年下関市計算に本社を移転し2019年に三田交通東駅営業所跡地の現在の場所に再移転している。また、山口市にあった三田交通の貸切専業市会社である山口三田を九州合併し三田観光バス山口営業所としている。近年では三田交通主催の都市間、ツアーバス、 サンデンライナーの自宅運行も行っていたが、2013年7月31日より、施行された新高速バス制度の影響を受け運行から撤退した。ありがとうございます。